読売DeNA 対 DeNA 楠本大志、楠本大志内野手、東北福祉大学の楠本大志内野手を8巡目指名いたしました。これより僕が憧れている選手は今ジャイアンツで監督をされている高橋由伸監督です。あのような素晴らしいバッティングを持っているような選手になりたいなと思います。君の悔し涙がいつか実を結び、胸を張れる日まで走ってゆけ、そして嬉し涙が太陽みたいに降り注ぐ日まで、少年よ大志を抱け。Never give up, never give up、 それこそ手間暇かけた日は昨日の百千万億倍、レベルアップ百千連マークライ、いけんな見上げた空には太陽、でも君にもほら皆太陽の心、oh oh、 それはそれは素敵な財宝。ランドには流した汗、スタンドからは枯れた声、フラッグを共に覚悟決めてアンビシャスプレイボール。ドロドロになったユニフォーム、ボロボロになった夢も、何クソ負けるかって歯食いしばってまたバット振っていた。うまくいかないとかやる気出ないとか、やってもないのに嘆いてる、まずは立ち上がることが必要で、前向いて巻き起こす必然性。悔しいと思えた時こそ自分を超えることができるはずさ、努力に勝る天才なし、君は君を絶対裏切らない。君の悔し涙がいつか実を結び、胸を張れる日まで走ってゆけ、そして嬉しがみたが太陽みたいに。これがチーム初の得意初安打、初年に初めてのことになりました。そうですね、はい、わからない美学か自覚かは知らない、自分のマイノリティ、アイデンティティを信じて、人はそれぞれ違う役割、七光もあったり、でも君にしかわからない、痛みも怒りも光に変えて、夕焼け空夢を語り、となっても迎える朝日、ライバルであるなら仲間と目指すあの場所、投げやりになった日もまだやれるって湧いた希望、切磋琢磨し合える今日幸せに思うなんて言っていた。人には人のそれぞれのから、君しかできないことがあるから、見つけることが最優先事項、見つめ直す時間が強くする、荒波で流された石は誰よりも丸く輝く、だから人波の中もまれ流された、君は誰よりも尊い希望。君の悔し涙がいつか実を結び、胸を張れる日まで走ってゆけ、そして嬉し涙が太陽みたいに降り注ぐ日まで、少年よ大志を抱け。気が天気がなくなってきたんだと話していますが、君の悔し涙がいつか実を結び、胸を張れる日まで走ってゆけ、そして嬉し涙が太陽みたいに降り注ぐ日まで、少年よ大志を抱け。Left footer number